はい、すごい食欲失う、ジャン君の、血便以降ですね、病院からもらった抗生剤、これがこんなです。すごい色です。ただ、このチュールに混ぜたところちゃんと、嫌がらず飲んでくれるので助かっています。これは抗生剤が苦くないからなのかチュールの威力なのかちょっと分かんないけどね。チュールの威力、でも色はちょっと怖い色でした。こんな色になっちゃって、でこれを本物のチュールなるほど。もう一回偽装するんだね。これをして食品偽装だ。え、でも混ぜるよ。あのもしなんか味が変わってて、こっちの色の変なやつを食べてくれないと困るので、もう一回やって、これを軽く混ぜるともうちょっと美味しそうになる。マシな色になります。でもやこんな色です。はい、ジャン君。ジャン君。おやつだよ。はい、どうぞ。偉いね。本当に母さん。ジャン君、いい子だね。このチュールのお薬がなくなったら、あれ？うまっ！ってなるのかな。まあ、ジャン君のことだからちゃんと薬が入っているっていうことを理解しながら、ママがくれるんだから飲もうって思ってんだよ。いいね、ジャン君、お利口すぎ。はい、これで検査がね、何でもなければ一番いいです。ね、うち血便になってないしね、最近、はい、そっからだとまたちゃん公式食べ食べになるからなでなでができないよ、カオリン。はい、おいで上までおいで。なんじゃカオリン、おいしいよ。ちょっとこのまま置いてみようか。そうだよ、こんな感じだよ。おー、きくね、はい、上までおいで。はい、どうじゃカオリン、どうじゃ。違う、人がいるのが嫌なのね。食べ始めたら大丈夫なくせに。この角度じゃ無理か。そうだね。じゃあいいです、また後でね。また夜に、ね、どうぞ。なんで人を見るとシャアなのよ。まだ怖いの、実験じゃなくて顔だけ。いい香り、これならいいんでしょ。もうご飯だからね。はい。
足を舐めます。はい、こうちゃんおいで。はい、かりちゃん。はい、かりちゃんご飯だよ。はい、どうぞ。どうぞ。ご飯。はい、ご飯だよ。はい、ご飯ご飯。待ってるよ。どうする？嬉しい。はい、で。チュール鳴ってる。ごめんね。うん、大丈夫よ。うん、あったん、おりか。あ、おいしいね。はい、なでなでされちゃうよ。おいしいね。はい、なでなで。あ、りかさんだね、かーりんちゃん。うん、いくだね、かーりん。いっぱいいっぱいです。かーりんはいくだね。うん、なんか向こうでガサガサしてる人がいるけど何かね。かわいい。おいしい。おいしいね。大丈夫大丈夫。辛くなってない？よしよし。ありがとう。